はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルビッシュです。では今回信長の野望乱石続きをプレイしていきたいと思います。前回ね、5章を取ってというところまでプレイをしましたので、今回その続きになります。いよいよ本願寺と紫雄を決するというところになると思うので、しっかり本願寺対策をしていきたいと思います。で、まあ、本願寺と戦うときにはどうしても黒人衆ですね、あとは自社衆を確実に味方につけておきたいので、その工作をね、ちょっと手間はかかるんですが、しっかりやっておきましょう。まあ、あとはね、周辺の黒人衆に対しても、まあ、せっかくの機会なんでというところもあるので、対立されない程度にはやることはやっておきましょう。特にね、自社衆、この摂津の自社衆、岩泉寺がね、今対立になってるんで、これを親密に上げるのに少し時間がかかるんじゃないかなとは思います。なので、まあ、気長にというかね、しっかり腰を据えてやっていきましょう。で、あとはですね、外交として有効度が16の一式、あるいは有効度が55の播磨の裏紙、まあ、どちらかに貢ぎ物をして本願寺に共同で攻め入ってもらいたいので、ここはまあ裏紙家にしましょうか。ここにじゃあ貢ぎ物を差し出しに行きましょう。まあ、1にも2にも必要になってくるのは軍勢の数ですからね。まあ、ちょっと皆さんはね、退屈をされてしまうかなとは思うんですが、ここは急がば回れじゃないですけどね、しっかり味方を増やしてから戦っていきましょう。さて、一騎の機運が高まりつつある兵糧戦でこれを解決してくれると、じゃあ兵糧戦を差し出しましょう。兵糧戦で一騎が沈められるのであれば安いもんですからね。お、服部半蔵だな。政治は2、野望は5、ただし統率と知略が86、91。早速登用しましょう。細野藤光で合ってるかな、読み方。まあ平凡な武将ではありますが、数がいて困ることはないですからね。あともみいかな、統率が75、これはなかなか使えますね。赤鬼、青鬼、さて、ではでは、人事はすでにやってあるので、今回も貢ぎ物を浦上さんに送って、ここは確実に本願寺攻めの際に味方になってもらえるように根回しをしっかりやっておきます。裏紙はじゃあ友好関係を結んでいくとしてだ、そうなると一式に関してはこっからリカバリーするぐらいだったら敵対勢力として認識しておく方が手っ取り早いかもしれないですね。ようやく疎遠か。まあ対立状態から疎遠に改善されたはされたんですけど、
普通に疎遠になりましたとだけ表示されるとね、なんか関係が悪化したかのような感じもしますが、まずは御所攻めで傷ついた兵力の回復と、新兵たちの訓練ですね、ここをしっかりやっておきます。お、本願寺か、攻め入ってきたんだな今日に。ここは援軍の要請をしよう、もちろん援軍の要請をする。まあ、訓練度が高いのがいいのか、武将の数が多いのがいいのか、ちょっと何とも言えないとこですけどね。まさかでも本願寺の方から御所に攻めてくるとは思わなかったですね。しっかり守りましょう。まあ御所に攻めかけてくるということはどうかな。まあ、御所から出陣をさせておく。まずは兵力数がちょっとね、ご覧の通り心もとないというのはあるんですが、信長だけはね、ちょっと中に入れておきましょう。信長がやられちゃうとそこでジ・エンドなので。何、大筒を打ってきてるやつがいるなぁ。まあ、これはちょっとじゃあ、自社襲に撃退を任せましょう。よし、味方に増援が来ましたね。これでもう一気に敵を押し込みましょう。さ、逃さず討ち取ろう。さてと、第一軍団からここは士官させてダメなら死んでもらおう。基本的にはもうこれでいきます。ダメだった場合死んでもらう。まさか本願寺の方から攻めてくるとはな。まあ、ただ逆に本願寺の方から攻めてきて打ち破った分、本願寺の方がダメージが大きいやつなので攻め込むチャンスはできましたね。まずは国衆、寺社衆、親密度を上げていきましょう。ここはもう変わらずですね、やることは。摂津の国衆とは友好関係を築きました。あとは摂津のこの岩泉寺なんだよな。岩泉寺がね、なかなかに頑固なので、ここをね、我慢強く
ひたすらにへり下りましょう。で、浦上家に関しても同じく有効度100まで上げておきます。まあ、100まで上げればさすがにね、確実に出兵してくれるでしょうと、そういう目論見ですね。いやでもまさかな、本願寺が京に攻め上ってくるとは思わなかったな。まあ摂津とね、大阪と京は近いですけど、もう10年以上前ね、動画の他の動画でもお話したことあるかもしれませんけど、10年以上前は、ちょうど10年ぐらい前かな、大阪の江坂にね住んでたことはありますけどね。さあ、信康、溝口ですね。まあ能力的には平凡的な感じがしますが、数がいる分には困りませんから雇っておきましょう。それにしてもこの岩泉寺は本当に頑固だよな。金ならいくらでもやる、兵糧もいくらでもやる、だからこう味方にすぐになってほしいっていうね、ようやく有効になりましたね。さあ、これで95になったね。次のターンで100にできて、まあよく言えば摂津の岩泉寺寺社中ですね、ここも親密まで上げられれば、いよいよ摂津攻め、これが可能にはなってくるんですが、松永長よりで合ってるかな、久秀の弟か、まあ、統率63以外は平凡ですが、このほっとくとね、何もしないでほっとくとどん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 疎遠になっていってしまうっていうのはそのまんまなんだけど、何にもしてないわけじゃなく、一個前のターンでなんかしたはずなのに、次のターンにはまた関係が戻ってるっていうのもちょっとどうかな。あとはね、城一個でも摂津の中に持ってれば、その疲れた兵を休めるっていうことができるんですけどね、それがちょっとなかなかできない状態になっているっていうのが、摂津国内城を何も持っていないんで、最低でも国衆、水軍衆、寺社衆のうち1つ、できれば2つぐらい味方にして、士気が下がった時にはそこで休ませてもらえるっていう状態にしておかないと、戦闘が長引けば長引くほど不利になっちゃいますからね。ん、徳川姓に変更するイベントが家康の方で始まってますね。うわっ、これは返せという話だな。ま、米を持ってかれただけだと
というふうに思いましょう。さあでは懲りずにというか引き続きというかしっかりやることはやっていきます。もう1、2ターンかかりそうですね。摂津の自社衆を抱き込むには。あ、また成政が忍びを見つけたか。成政が忍びと、いや、しかも負けてるし、このパターンも結構あるからな。成政に関して言うと、せっかく見つけたんだけど結局忍びに逆にやられる。まあ竜造城友島津、この三つどもえの戦いの中に毛利も若干参戦してますね。まあなんとか本願寺を打ち破った後は朝倉攻略に入っていきましょうか。三河で一個一揆か。いや、これ人事じゃないからな。我々としてもしっかりやれることはやっておきたいですよね。朝倉から土器を引き抜きましたね。まあそれはそれとしてだ。今は目の前の本願寺ですね。まあ攻め込んできたぐらいなんでね、しっかり落とし前をつけて返しましょう。キーがちょっとうまく収まってない感じがするな。国衆も疎遠だし寺社衆も疎遠だしっていうところでね、収拾がつかなくなる前に関係の改善をしておきたいですね。もう1ターンかかりそうかな。今有効の状態から兵糧500を送って有効から変わらないので、まあ、ここはちょっと我慢我慢でしのぎましょう。今のまんまだとあの水軍衆国衆はまあおそらく信長側に味方してくれるであろうという情勢で、ここに自社衆も味方をしてくれれば、まあ、五分の戦いができるかなっていう感じがしますからね。
これが自社衆が敵に回るとねと思ってたら本願寺が攻めてくるの。タイミングが微妙だね本当に。せっかくね、じゃあいよいよ攻撃仕掛けるっていうタイミングだったんですが、いや二度も攻め込まれるか、不本意極まりないな。国衆は今回中立だな。まあ中立な状態を保ってくれるんであれば別に何かねしようという気はしないんでいいんですけど、これは敵側として参戦いきなりしてくる可能性もありますからね、ゲームを進めていく中で。ちょっと信長だけはねやられちゃうともうそこで終わってしまうんで、じゃあ城門が破壊される前に城門のキワキワで戦っていきましょう。信長だけはレイジをってちょっと遠ざけておきます。まあ、さっきと全く同じ戦い方ができるかな。城門の瀬戸際で敵を食い止めてる間に近江からの援軍を待って敵を一網打尽にしましょう。よし、ここで近江からの援軍が来たね。この近江からの援軍を差し向けて一気に決着をつけよう。まあ、できればね一兵たりとも逃がしたくないですからね。9歳で出陣してたの当主本願寺は、まあ、ここは処刑しよう。まあ、あと誰が継ぐかですね。純善、本願寺純善が後を継いだんだな。さあ、ただ時はもう満ちたと言っていいんじゃないかな。もしかしたら今回願泉寺が親密にならないかもしれないんですが、それにしたってもう攻め時でしょう。どう見てもここは
このターンで摂津を切り取りましょう。今の本願寺は2度にわたる京への出兵でかなり疲弊してるはずですからね。さあ、ではちょっと岩泉寺がこちらに対して有効にはなりませんでしたが、ここは攻めていきます。信長、勝家、秀吉、まあそうそうたるメンバーというかね、主力隊をそのまま出していきましょう。で、親密度合いを上げてあるので、まあまず間違いなく黒人衆はこちらに味方してくれると思うので、二打隊は連れていきません。で、共同軍としては播磨から浦上、まあ、ここはノーはないでしょう、さすがに。最低でも摂津の城一つは取りたいですね。そしたらそこは足掛かりにじわりじわりと摂津を攻め取れるかなと思うので、まずは城を一つなんとか取りましょう。うん、裏紙は出陣してこなかったか。口だけか。やってくれるな。守備側に岩泉寺がつくね。で、攻撃側にはまあ摂津の国衆と水軍衆ですね。まあここはしょうがないね。岩泉寺はやっぱり味方はしてくれなかった、まあ、残念ですけど。まずは城、飯盛山を取りましょう。ここをさっさと取れちゃえば早い話勝利できるんで。早め早めの気合一発打っとく。さ、ちょっと一進一退だね。ここはが信長の士気が下がってるな。信長をちょっと下げよう一旦。まあ信長がやられたか。しょうもない戦いをしちゃったな。やっぱ岩泉寺をしっかり口説き落とさないとダメだったのかな。あと裏紙の裏切り、この2つですね。ちょっと立て直しましょう。なかなかこう思惑通りに進まないのは、まあ、ちょっと仕方がないところではありますけどね。ではちょっと時間もいい時間になりましたので、ちょっと今回も進捗出せなかったんですが、今回はここまでにさせていただいて、次回ですね、続きをしっかりプレイしていきたいと思いますので、引き続き皆さんの応援よろしくお願いいたします。はい、というわけで、最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネルの登録、あとはですね、ツイッターの方で動画の収録状況と、あとは配信状況、まあ、その他もろもろ情報を発信しておりますので、
興味のある方はぜひツイッターの方もフォローしていただければ嬉しいなというふうに思います。